はい、どうもテケテケです。ちょっと今回は、視聴者さんに注意喚起と、運営さんにお願いも含めて今動画収録してるんですが、こちらケンテイちゃんですね。早速今回ガチャ回して投与してきてプラス7覚醒ですね、してきたんですが、こちらケンテイの出陣時の6名ですね、ダメージカット 75% そして HP 吸収 25% の状態性 MC 100% ができる、とても優秀な白バフについて、当然ちゃ当然なんですが、これ復活キャラクターなんで復活後6名剥がれちゃうんですね。ちょっと見ていきましょう。今6名状態のケンテイがいますが、敵の攻撃でケンテイが落ちた後見てもらうと、こんな感じでここで落ちて、戻ってきて6名がないと。なんでめちゃくちゃ柔らかい状態ですね。で、敵の攻撃を受けなければならなくなり、もう全然硬さ機能が失われてしまって、復活後ですね、もう夢中と影光に頼るしかないというような、今までのバッファーと比べても明らかに柔らかすぎる性能となってしまっています。ケンテイに関してはその他の部分がめちゃくちゃ優秀かっていうと、別に七星キャラクターとしても、スキル1なんかはハクタクより少し火力作ってあげられますが、絶対的なマウントを取れるような副将ちゃんっていうわけでもないので、耐久は別にいらないでしょっていうようなわけではないと思うので、おそらくですが運営さん、これ復活後も6名ですね、ターン切れるまでは持続するような気持ちでスキル作ったんじゃないかなって気がしますね。なんならこれ最初は致命無視だったんじゃないかなと。復活じゃなくて、これ致命無視なら6名ですね、剥がれずに残るんで、それをなんかのタイミングで復活にしちゃって、その後動作確認してなくて6名剥がれることに傷がつけなかったんじゃないかなと私は睨んでます。で、明らかに他のバッファーと比べても、これ6名なしでさすがに立ち回らせるのはやらかすぎるというか、もうかわいそすぎるんで、いくらロリだからといってそんなやわにしなくてもいいと思うし、これ復活後剥がれない6名にしたとしてもクレームなんかはおそらく出ないと思うので、運営さん、もし今見てたら、致命無視にするか、または復活後も剥がれない6名にしてあげるか等々してあげないと、この状態性無視とかも全部引き先とかですね、めちゃくちゃ不安定になっちゃうんで、もう検定の良さがガクンと落ちる形になっちゃうんで、今からでも再検討ですね。とスキル修正、ちょっと別に間違ったことが書いてあるわけじゃないんで、バグとかでは全くないんですが、あまりにかわいそうだということで、私的には、そして検定ちゃんファンのみんなですね、敵にもこれは剥がれない6名にしてあげてもいいんじゃないかなと思いますんで、ちょっと上さん、もし見てたら今からでもスキルの情報修正ですね、お願いできませんでしょうか。ちょっとこのままだとマジで全然おすすめできない副将ちゃんになっちゃうんで、売り上げ的にも良くないかなと思いますので、何卒ご検討のほどよろしくお願いします。ということで、ちょっとケンテちゃん今悩んでる人に対する注意喚起と、運営さんに対するダメ元でのお願いでした。はい、それで